はい、皆さんこんばんは。今日はですね、動画編集ソフト何がいいのかっていうところですね。どのソフトがいいのかというとですね、このムービーメーカーですね。これは Windows XP の時代にあったものなんですね。で、今、Windows 10もしくは Windows 7とか 8.1 とかいろいろある中で、もう今はこれはダウンロードすることが、もう入手することができなくなってるんですね。だけどこのムービーメーカーですね、これは軽くて、編集、高度な編集はできないんですよ。エフェクトがそんなないとかね、そんなね、機能がないんで、廃止してしまったのかなと思うんですけど、ただね、それほど我々、僕なんかね、必要としてないんですよ、高機能なものはね。連結したり、ナレーションを入れたり、する程度で、特別高機能なものは求めてないし、ディスクの容量もですね、そんなに食わない。それから早いということ、これ書き出しですね。これ今ね、これ見て32分の動画なんですが、ものの5分ですよ。ね、このものの5分で、書き出しができるというですね。このムービーメーカー、というのがすごい軽くて、このスピードがもう自慢ですね。他にもね、いつも使えるようなものは用意してあるんですよ。いろんなソフトを試してみたんですが、そんなね、特殊な機能たくさんなくていいんじゃないかなっていうところにいただきました。ちょうど今出来上がりましたね。はい、早くできるということで、このムービーメーカーが一番優れてるとは、自分の優れてるというかね、自分に一番合ってるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、この機械、今使ってるディスクトップのパソコンなんですけど、これはね、今年1月かな、に買ったばっかりなんですよ。で、インストールしました。これはね、アメリカサイトであれば、アメリカのマイクロソフトでダウンロードして、日本語化すれば使えるんですね。はい、インストールすることができます。はい、それをちょっと紹介したいと思います。はい、じゃあ一旦止めます。はい、ではまずムービーメーカーというふうに、打ち込んで、検索をします。ね、するといくつか出てきました。日本語版ダウンロードとかね、配布終了とかありますね。これはちょっと一番上押してみますかね。このサイトですね。このサイトで、これ実は3つあるんですよ。ね、3つあるんですけど、この2016年版、これを使ってください。このね、すべての Windows とか、こういろいろあるじゃないですか。クラシックとか。これはね、クラシックはあんまり良くないですよ。で、あと、クラシックってのは、Windows 2000とか、ミレミアムの時代ですね。編集バーがあったんですね。実はね、そこもね、いらないと思うんですね。真ん中のね、2016年版、これを選んでください。で、それでダウンロード、インストールすれば、日本語化されているものがそのままインストールすることができますので、おすすめだと思いますね。はい。ね、以上ね、紹介させていただきました。一番ね、スピード重視で、編集後、書き出しのスピード重視で考えている方は一番これが向いてるんじゃないかなと思います。私もその一人で、要はその高機能なですね、ビデオ編集ソフトっていうのは必要としていないです。はい、そんなに時間かけられないので、ムービーメーカーをお勧めしたいと思います。では、以上です。失礼します。